はい、トマジマです。今回も殺戮の天使続きやっていこうと思います。はい、前回がですね、ダニー先生から逃げて新しいフロアに来たんですけど、来たらここがね、お墓なんよね。お墓やけど、これなんか大きいお墓が1個あって、正規品のようだ。裏には何も書かれていない。何のお墓なんやろ。名前が刻まれた墓石のようだ。なんやろね。とりあえずいろんなとこ行ってみようか。ほんで考えよう。扉には鍵がかかっている。あれ？どう行く？ザック、こっち行けんのかな？こっち行けるわけでもないし。あ、どうしよう。あれ？積んだな。全部開いてないですね。お、なんか穴ぽこ調べたらやっと反応して、レイチェル。ただの墓穴だ。ね、レイチェル。そんなに入りてえか？でもダメみたい。この穴もう入ってる。入っとん。あ、なんかあるぞ。墓穴の中で何か光るものが見えた。手を伸ばしましょう。あ、何やってんだお前。穴もまさぐってなんかあんのか？取れない。あんなもんこうすればいいだろ。あ、でも中身が、え？足が外れちゃった。え？鍵を手に、違うやん。鍵どうこうじゃなかった今の。鍵どうこうじゃなくて、なんか死体、おあやくそうにしたやろ、君たち。君たち。まあ、とりあえず鍵手に入ったんで、どっかしらは行けるでしょう。あ、ここ開きましたね。鍵を使うと扉が開いた。行きましょう。なんだここ。寒いな、おい。水の気配がする。それに薬臭い。こんなとこに長居する気はね、さっさと抜け出せる方法考える。りゃ、薬臭いって何？なんかプールの薬品的な。その身を洗え。主が求めるのは清き魂と、そして清き体なのだから。ざく体洗い、ここで。壁がボロボロ。締めっぽいわ、ボロいわ、ろくな場所じゃねえの。とりあえず、うざくここでちょっと体洗ってもらわんと、きれいにしてって。水の底で人影のようなものが浮いている。あ、ほんとや。なんか浮いてるね。これ何？吸血鬼入るやつ。中身のない棺桶だ。二つあるってことは、こう私とザックのやつですか？入らんと。冷凍庫か。あ、なんかあそこキラキラしてる。キラキラしてる、こっち。ワトキン・ベケット36歳、死亡場所 B3 死因、銃弾による失血死。ベケットは B4 の鍵を所有していたが、未だに発見ならず、どこかに紛失したようだ。体の損傷が激しいため取り扱い注意。片腕は水槽内で洗浄中に紛失。この人死んだの？そうだろう。B3 って書いてあるんだから、そこで死んだんじゃねえの？ここは B4 だから、まだ上があるんだね。あなたはここのことよく知ってるの？さあな、俺は殺したいやつ殺していいって言われてここに来ただけだしな。他のフロアのやつらもそうなんじゃねえのか？細かいことは俺も知らねえよ。そんなここのビルってスカウト制なん？そう。つうか、さっきの墓穴のせいで手がベトベトでくせえ。洗っといでやけん。洗えって言ったやん、さっき。はい、ここ。ザク、ここで洗い。ここで手が洗えるよ。おお。落ちんようにな。これで散ったマシか。あ。水の中に何か光るものがある。あ、鍵を手に入れた。あ、鍵手に入れちゃった。ザクー。鍵ってことはどっちかやね。左か下かやけん。とりあえずこっち。あ、開いた開いた。鍵を使うと扉が開いた。行きましょう。こっちもめっちゃ墓やん。またお墓だ。いくつもいくつもこんなとこに墓作ってどうすんの。ねえ。やだね、こんなにお墓あるの。ここもなんか穴ぽこある。穴ぽこ。ここ。深い穴が開いている。ザックが入る場所やな、これは。ここがなんかメインのお墓って感じするな。真新しい墓石が置かれている。墓石には細やかな字で名前が彫られていた。どうした？あ、どうした？何が書いてんだ？名前が書いてある。墓石なんだから当たり前だろ。何驚いてんだよ。あれじゃ、レイチェルのお父さんとお母。レイチェル、ガードナー。レイチェル、ガードナー。私の名前。やっとんな。私の名前が書いてある。
レイチェルここ来てまだ数十分レベルやろ？やっても1時間レベルやろ？もう書かれてんの？そうかよ。反応すな。もうちょいさ、え、大丈夫？とか言ってくれた方が私嬉しいんやけど。じゃあこの墓は俺のか。たくよ、ここは悪趣味で気持ち悪いやつばっかだな。なんかレイチェルのお墓綺麗やけど、君のお墓汚くない？おい、はい。なんでしょうか。おい、墓石眺めてんじゃねえよ。ワリーがてめえと一緒に死ぬ気はねえんだよ。手当たり次第出口を探してさっさと行くぞ。りょ。出口言うてもな。ここちゃいます？壁に少し大きな亀裂が入っている。入れるザック。細い木入れるんちゃう自分。ここ妙な隙間があんの。入るにしても、俺には無理か。そうかな。ザック、うんって頑張ったらいけそうな気するよ。他には何もねえな。私が行ってこようか。おい、そう言ってお手目だけ逃げるつもりじゃねえだろうな。もう何この子すぐ歌う。行く行く。私は逃げない。殺されてないから。ごめんね、ザック。なんかとっつきにくい子で。お前さっきからほんと気持ち悪いな。まあいい。どうせ何もしないわけにはいかねえ。行ってこいよ。りょ。あ、あと死んだら死んだって返事しろよ。りょ。死んだら返事できない。うるせえ。だったらせめて役に立ってから死ねよ。あ、何した今。蹴った？え、蹴られたんやけど、ちょっと待って、蹴ったよね今。ねえ。早くしろよ。俺は気が短いんだ。え、わかった。てか、蹴ったやん。頼むぜ。イライラすると、うっかりてめえ殺しちまいそうだ。多分、レイジェルはそれでいいんやと思うよ。おい、早く行けよ。蹴ったよねって。壁に少し大きな亀裂が入って。入りましょう。入れた。あ、入れるもんやな。行こう行こう。埋蔵で逃げよう逃げよう。なんかあるね。墓石のデザインや設計が書かれた紙がある。しかし字は子供のもののようだ。子供のもののようだ。他にも図面みたいなのがあるけど、何の図面かわからないな。図面。これなんか建築関係の人のお家でしょうか。箱に中にはライトが入っていた。あ、オッケー、ライトは優秀さん。これまだ使えそう。オッケー。え、じゃあ乾電池とか探さんでいい感じなのかな。スコープやハンマー、ツルハシなどの注文書のようだ。墓石の目、目、メロ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 。紙には幼い字で何か書かれている。僕はあの子のこと初めて知ったよ。前からずっと気になっていたんだ。なのに僕はずっとあの子のことを知らなかった。会いたいのにあいつが邪魔をするから。あの子はとても綺麗な声をしていたよ。きっときっと素敵な子なんだろう。そうに違いない。だってこんなにも一瞬で彼女を好きになっちゃったんだから。ああ大変だ。あの子には特別を用意しなくちゃ。僕が考えたあの子だけの特別な。永遠の眠り場所。ドメインヘラみたい。言っていいか分からないけど、なんかバックナンバーの歌詞みたいやったな。特別な、特別な。中にはスコープや工具のようなものがたくさん入っている。新しい墓石が置かれている。まあ、奥行こっか、とりあえず。なんでやねー。鍵穴もない。鍵穴もない。ごちゃごちゃといろいろあるけど、手がかりになりそうなものはあんまりないの。この奥にも進めそうにもないし、どうしようか。一度戻ろうかな。戻りますか。レイチェルがそう言えたら戻るで。なんか子供の字って何やったよ。何してんのあの子。何してんの。足板鳴るで、それ。何してるの。この墓石見てるとイライラすんだよ。ぶっ壊してやりて。ジョブチョどうなっとんよ。先に武器の方が欠けちゃうよ。バカが。うるせえな。わーってるよ。わーってるよ。それより向こう側は何かあったのかよ。なんかバックナンバーの歌詞みたいになったよ。右の奥に部屋が続いてた。そこには扉があったよ。でも閉じてて先に進めなかった。扉には鍵穴がなかったから何か開ける押しかけがあると思うんだけど。そうかよ。じゃあもっと探してこい。なんだとお前。うん。でもこっちでも探してほしい。あ、俺が仕掛けなんかわかるわけね。だけなわけないだろ。ごにごに言ったな。うん。多分ね、知ってるよ。レイチェルも、私も、視聴者さんもみんなわかってる。ザックはできんとわかってるけど、一応やってみて。おー、蹴ったね、今。わかったからさっさと行けよ。お前。ねえ。あ、まだなんかあんのか？できれば、私の墓壊さないで。知るかよ。多分壊さんなの子。多分いい子やと思う。扉を開ける方法か。
そういえば、さっきよくわからない図面があったな。あれちょっと気になるな。図面いっぱいあったやろ。どれの話してんの、レイちゃん。一番でかい図面？メイン図面。墓石のデザインや設計が書かれた紙がある。しかし字は子供のもののようだ。これちゃん。なんかあった？この下にある図面。他の設計図と何か違う。違うの？やっぱりこれ、仕掛けのヒントじゃないかな。この四角の並びは、四角の並び？墓石とかかな？あの崖。仕掛けを探すってもどうすりゃいいんだ。こんな場所墓石しかねえだろ。でもここでずっといるわけにもいかねえしな。しゃあねえ、墓石でも見物しながらうろうろするか。どういうこと？墓石見ながら。つうかマジでこの墓うざってえな。ぶっ壊してえが、あいつの言う通り、こっちの墓がダメになっちまう。ついでに何か壊せるもんあったら拾っていくか。え？壊す前提で何かを探すの？違う、仕掛けのあれを探せって言った。これやろ、多分。これ。土に汚れたツルハシが置かれている。お、これでよくねえか。トゥルルルルンじゃないよ。何をしとん？そうじゃないわ。これであの墓石をぶったたいてみるか。ぶったたいてみるか。墓石をぶったたくってこれの話？さっきから君がイライラしてるこれの話？いびつな岩が置かれている。墓石を壊す。何もしない。まあ、ザクが壊したいって言うんだったら壊していい。ああ、やったな、お前。勝手、バカかよ。お前がバカ、もう何やっとん。ははは、やってやった、やった。この石手間取らせやがって。雑な墓石のくせに頑丈に作ってんじゃねえよ。褒めてくれた。そうだ。こうなったら他の墓石もぶっ壊してやる。え、何？何？急に。これレイチェルの壊していいの？壊さないでって言ったけど、真新しい墓石だ。ここにはレイチェルの名が刻まれている。あいつ壊すなって言ってたっけな。おっと、それを守る？いい子な、律儀な、ザック、ザック、チ。こんな墓に苦い、苦いがあった。どうする？どうしたんと思って。あ、優しいね。やっぱ壊さないんや。オッケーオッケー。他の墓石を壊すってこと？なんだよ、簡単に壊れるんじゃねえか。こうなりゃスッキリするまでぶっ壊してやる。全てをぶっ壊したいタイプですか。最近銀魂見に行ったよね。やっぱ、あ、でも出てちゃう。ザクザク、荒ぶらないで。全てを壊したい男を銀魂にも出とった。君はお墓をぶっ壊したいタイプなんですね。ザクごめんな、ちょっと操作がまだおぼつかんからさ、ゆっくりゆっくりやけど。この墓場を作ったやつ、ざまるよ。うん、ごめんな。ちょっとゆっくりゆっくりするけどな。あんまり慣れてないけん、操作に。スマホってな、この指操作が難しいよな。便利になるとはいえ、この操作が難しいけん、ザクちょっと待って。いっそここのフロアの墓全部壊してやるか。どうせ墓なんか、死人しか入ってねえんだしよ。いや、これ墓？これ墓か？まあ、どっちでもいいか。ああ、やったな。よし、こう。壊せるもんは全部壊しに行こう。ザクごめんな。ザクごめんな。ここ、なんかな、ちっちゃい池入られへん。オッケー。はい。トン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 。あと少しだな。ちゃんと途中途中実況入れてくれるあたり、君はリッチーの真面目なタイプの実況者やな。あとこれちゃうか、最後。でかいやつ。はい。シャー！お疲れ。これで全部か。あ、俺何してたんだっけ。あ、仕掛けか。壊すばっかで墓もろくに見てなかったな。なんかあったか。一応探すか。一応探すか。なんかあったっけ。探しに行く？あ、なんかキラついてる、キラついてる。墓石は無残に崩壊している。崩れた瓦礫の中にスイッチのような仕掛けが見えている。あ、蹴った今。すぐ足出すやん。この四角の並びは、16個あって、そして下の方に計算が書いてある。これはお墓のことかな？このザックがめちゃ暴れる時のレイチェルかな？あ、そうみたいな。めっちゃ壊してんな。ああ。どうしたん？さっきからすごい音。何してるんだろう？ちょっとなんかね、情緒がうんこなんです、今ザック。ごめんね。これがお墓だとすると、計算と合わせて、ごめんな、レイチェル。ごめんな、気にせんで。この位置に、もしかすると何かが、ごめんな、レイチェル。あの子、今大暴れしてんの。
蝶々がうんこな。うるさい。ね。本当に何をしているんだろう。ん？奥の扉開いた？あの人が解いたの？でもレイチェル、すごいねとか言わん方がいい。あの子何も考えてないけん。扉の鍵が開いている。あの人どうやってここの仕掛けを見つけたんだろう。レイチェル全部ね、壊した。計算動向の話じゃなかったよ。暗い。明かりをつけないと。あ。ライトですね。ライト、ライト。お。あ、やんわりやな。あ、ごめん、戻っちゃったね。暗い。ごめんね、何回も何回も。これで進んでいきましょう。うはははは？誰か笑った。とりあえず行きましょう。なんかさ、一本道っぽいな。あ、なんかある。違う違う、レイチェル、荒ぶらないで。ここ。誰かの名前、経歴などが書かれた書類がある。履歴書のようだ。履歴書。志望動機とか書いてんのかな。サイペンなどが置かれている。何の部屋やろ。これは？たくさんの履歴書がファイリングされている。あ。ワトキン・ベケット。なんかさっきあったよね。鍵見つけたけど B3 で殺されましたって言うてやろ。この名前さっきも見た。これ全部ここに来た人の履歴書なのかな。え、何？ここで働かせてください状態なの？ここで働きたいんです。そしてこの人はやっぱりここで死んだんだ。ファイルの下からまだ閉じられていない履歴書が滑り出てきた。履歴書。私のあるのかな？レイチェルのとこあるのかな？履歴書のような紙が散らばっている。これ私の名前が書いてある。やっぱり。見せて、レイチェルの。細かく私のことが書かれてる。へえ。どうしたん？あ、まだ他の人のもある。これ誰の？アイザック・フォスター。出生日不明。推定年齢20前後。これザックだな。幼少期、孤児院に在籍していた形跡あり、未認可の違法施設であったため、経緯などの詳細は不明。売買の可能性あり。環境であった施設は後に、摘発されるが、その時点でアイザック・フォスターは行方不明。同時に施設の庭から多数の子供の骨が発見されている。さらに施設内には経営者である夫妻と見られる人物の残殺死体も発見されている。庭の骨と施設内の遺体は死亡時期が大きく違っていた。施設内の遺体の死因が刃物であることから、夫婦の殺害はアイザック・フォスターの犯行と見られる。アイザック・フォスターの消息は途絶える。しかしその数年後、チョメチョメ州で起こった連続猟奇殺人事件の一部は彼が関与している。殺害現場は複数箇所に及ぶ。犯行時儀式などの思考は特にない。ただ人の感情にひどく反応する傾向がある。身体能力は高いが犯行は計画性に乏しい。教養、知能はあまり高くない。また包帯で上半身を覆っている。上半身には火傷跡があり、幼少期の施設在在では前後に覆ったものと思われる。追記、B6 所属であったが、ルール違反により標的に変更済み。死因、空欄。殺害者、空欄。これ多分あの人の。まあでしょうね。住んでた施設で人を殺したの？他にも連続殺人をして、その後ここで人を殺していたのかな？死因も殺害者も空欄。ここで死ぬと、この空欄が埋められるんだ。今は逃げる側だけど、何人殺したんだろう。そうですね。今パッと分かってるだけで5、6人はおるな。とりあえずこれを持って戻ろう。ザックに見せてあげよう。そういえばまだこの部屋の奥の方を調べてないな。奥か。こっち？奥。とりあえず奥に突き進んでみよう。奥に見えるの。あれは扉かな。一応確認しておこう。扉？え？なんだろうこのくぼみ。ここに立つとスイッチみたいな音がする。でも何も起こらないな。扉は固く閉じられている。また鍵穴がない。床に仕掛けみたいなくぼみがあるけど乗っても開かないし。どうしたんやろ。扉は固く閉じられている。なんもならんやんか。とりあえずザックんとこ戻って履歴書見してあげよう。
で、最悪、未成年やったら保護者欄にサインをしてあげよう。誰や、ワロタン。誰かいるの？あのね。もしかしてバックナンバーか。僕は君の望みを知ってるよ。バックナンバーや。僕は君が好きだから。きっと素敵にしてあげられる。バックナンバーや。だってここは、僕の場所だもの。ここのフロアの、ちょっとメンヘラ気質のバックナン、誰？おい、何チンタラしてんだ。早くしろよ。湘南の風がおる。一度戻ろう。もううろうろしてんな。お待たせ。楽しいか、そんな。世話しないな。何これ。遅いんだ。何してんだ。歩いてる。まだ、初対面か。この墓石ボロボロは。こっちが聞きたい。もうレイチェル見て。この子な、レイチェルの墓だけは壊さんかったんで、ええ子やろ。で、なんかあったか？右奥の扉の先には資料室みたいなところがあったよ。その奥にも扉があったけど、それも鍵穴がなくて開かなかった。は、またかよ。ごめんなさい。あとこれがあった。え？履歴書。君のやろ。履歴書。何が書いてあるんだよ。アイザーク・フォースターって。レイチェル・カードナー。私のことが書いてある紙。だよ、しょうもねえな。しょうもなくない。お前のことが分かったところで、それ以上もいかもねえだろ。まあ正論ですね。それと、これ君の、アイザックって人のことを書いた紙もあった。これはあなたのこと？アイザック・フォースターっていうの？あなた、アイザック・フォースター？アイザック・フォースターっていうのね。それで？それを読んで、てめえはどう思ったんだ？え？いっぱい殺してんなって。あ、そうだよ。アイザック・フォースター俺だよ。え、何急に。え、すごい急な、もうジョージョどうなっとん自分。どう思ったか。別に。これは、あなたのことが書かれた紙。それ以上でも、以下でもない。はい、そのまま返された。お前は怖くねえのかよ、俺が。怖い。怖くはないよ。昔、お前みたいなことを言った女がいたよ。最初は普通にビビってたのに、新聞に載ってる連続殺人の犯人が俺だって気がついてから、態度が変わりやがった。俺に怖くない。ファンだったとか、ペラペラ喋ってきてよ。面白いから逃げる時間を3秒から5秒に増やしてやったんだ。でもそいつは逃げられなかった。だから殺してやろうとしたら、すっげえ暴れ出しやがって。ああどうしようかなと思ったんだけどよ、あまりにもバタバタしつこいから、怖くないなら暴れるなって言ったんだ。そしたら、お前に殺されたくないから言ったんだ。だってよ、そいつは俺に殺されたくなくて、おべっか使って生きようとしたんだろうな。俺は嘘が嫌いなんだ。ああまあモラルとしてはね、嘘はね。だから殺してやったよ。情緒。その話は、私があなたに殺してもらえることと関係するの？あ？ごめんな、ザック。レイチェルも情緒おかしいんや。その手順を踏むと、殺してもらえたりするの？あ、でも私が逃げるとき5秒じゃなくて3秒だった。何言ってんだ。ごめんな、ザック。あ、くそ、そうか。こいつ俺に殺されたいんだった。つまり怖くないっつうのは、どうしたの？この二人ちょっと話にならんな。なんでもねえよ。つうか、なんで怖くねえんだ。だって私、あなたのこと知らないから。あ、なるほどね。知れば知るほど怖いっていう。わかるわかる。知らんけん大丈夫ってなるよね。知らないってお前、その紙読んだだろ。字が読めるんだろうが。読んだ。でも、あなたに会ったのはさっきのことだから。まだあなたのことはよく知らない。だからあなたに対して何も思えない。ああ、もういつまんねん。ごめんな、ザック。で、そんだけかよ。扉の前に仕掛けがあった。でも多分もう一つ仕掛けがあると思うから、少しこっちで探したい。おう。それと、まだあんのかよ。声が聞こえた。あ、そう、バックナンバーおったんよ。知ってる？このフロアの人の声だと思う。私の望みを知ってるって。
レイチェルの望みってことは殺してほしいやろ。まあ多分ここのフロアの人もレイチェルを殺しに来るやろからな。そうかよ。おい、行くぞ。なんでフロアの人あれ知ってるんやろ。ザックとの約束やのに。あ、その前に。何？あ、やっぱこっちも壊さねえとイライラして仕方ねえわ。あ、待って待って。あ、この墓石も買ってよ。待ってって言って。待ってって言って。聞いたんかお前。はん、この墓石残しちまってんのがなんかイライラしてたんだよ。ね、唯一の優しさを残してくれとると思ったのに、やったなお前。ああ。おい、行くぞ。その前にごめんなさいってして。お前が入る墓は、ここにはねえんだ。お前が死ぬのは、俺が地下から出た後だ。ツンデレー。